日本ハム6の2楽天、17日、エスコンフィールド。2対1の8回に試合を決定づける左翼戦への2点二塁打を放った日本ハムマルティネスが球場全体から祝福された。写真、ベンチも、ゆりかごポーズ、で祝福チーム愛が溢れるシーン。試合前に夫人が札幌市内の病院で第2子となる次女を出産。 試合後にマルティネスがお立ち台に上がると、出産直後の夫人と事情を取り囲むマルティネスら家族の写真が球場内の大型ビジョンに映し出された。奥さんが本当に頑張って産んでくれた。なんとか勝利を届けられるように頑張りましたとマルティネス。愛妻に、毎日、家族を支えてくれてありがとうございます。僕の仕事はここで100%を出すこと。 引き続き頑張っていきますとテレビ画面を通じてメッセージを送った。今日はこれ以上ない最高の日になった。昨日の夜から不安で眠れなかったが、最高の形で一日を終えられたと振り返った。マルティネスが2点2塁打を放った際は、ベンチのチームメートが両腕を赤ちゃんを抱えるように揺らす、ゆりかごポーズ、で祝福した。